次は今日の喧嘩は明日に持ち越さないだな。生きていれば喧嘩することは誰でもあるはずだ。特にユダヤ人たちは契約内容に曖昧さを許さないし、時間にも厳しいし、納得するまで細かく質問するので口論になることも多い。やっぱりそうか。だがユダヤ人は翌日にはケロッとした態度でニコニコ笑いながら、おはよう、いい朝だねと言ってやってくるそうだ。すごい切り替えだな。喧嘩した翌日でしょ？ちょっとギクシャクしたり目を合わせられなかったりとかはないんですか？一切ない。なぜそんなことができるのかというと、ユダヤ人は人間の細胞は毎日新しく生まれ変わっているから、昨日喧嘩した時のあなたと今朝のあなたは全く新しい細胞に入れ替わっていると考えているからだ。細胞で考えるのか。満腹の時と空腹の時で考え方が違うように、昨日うまくいかなくてもそれは昨日の話であって今日とは関係ないと考えているんだ。どれだけうまくいかなくても明日に持ち越さないように生きてみるといいだろう。